昨日は楽しかったわね。写真もいっぱい撮れたし、もう大満足。早速プリントアウトしてみたんだけどさ、ほら、これこれ。そりゃそうよ、私を誰だと思ってるのかしらね。後でマリカたちにもあげるつもりなんだけど、あんたも欲しいのある？男取るより可愛い女の子取った方が有意義でしょう。失礼ね、どこがよ。見なさいこの写真、ミサさんの口元から溢れる肉汁、たまんないわね。お客さんお目が高い、可愛いでしょう。昨日の中では結構自信作なのよ。なになに、お客さんはそれをご所望ですかい。ただいいわよ。ついでに、はい、これも持っていきなさい。そんなもんないわよ。この写真はあんたが持ってるのにふさわしいと思っただけ。昨日この笑顔を作り出したのは他ならないあんたなんだからさ。何？人の顔見てニヤニヤして。まあいいわ。こちら、よろしくお願いします。
私の方でも確認してみましたが、不備がないかもう一度確かめてみてください。私も書いてきた。間違ってない？よかったね。お待たせしてしまい申し訳ありませんでした。今朝ミサと話し合った。どうしようかって。その時点ではもう二人ともほとんど結論が出ていたのですが、キャンプの威力は絶大。そうですね、思わず即決してしまうほど楽しいキャンプでした。まだ私たちに何ができるのか正直申し上げてわかりません。ですが私もたくさんの人を楽しませたいと思いました。あなたたちがしてくれたように。キャンプの時みたいにみんな笑ってくれる？お二人とも私たちに力をお貸しいただけますか？うん、素敵な七夕祭りにしようね。はい、よろしくお願いします。よろしく。参加しようと思ったことでいっぱいで、まだそこまでは。私も。わかった。考えておきますね。話し合いはいつにしましょう？問題ない。私も大丈夫です。これから忙しくなりそうだね。
そうね。ねえ、日野くん、ありがとう。またあなた？私がどこの部活にも所属してないことは前にも言ったはずよ。ええ、構わないわ。何か用？何よ、煮え切らないわね。篠崎さんも。私が？どうして？ダメね。理由になってないもの。どうしてあなたが私に入ってほしいのか、それがわからないわ。私が一人だから、私がそんなに哀れに見える？惨めに見える？寂しそうに見える？私は自分が孤独なんて思ったこと一度もないわ。一人がいいからこうしてここにいるの。本当に余計なお世話ね。もっと回りくどく言った方が良かったかしら。
それは良かったわね。キャンプをした甲斐があったじゃない。どうして私が楽しいとあなたまで楽しくなるの？よくそんな歯の浮くようなセリフが言えるわね。あなたの誠実さは伝わってきたわ。全部あなたのエゴだけど。まず強引なのね。でも私は、結果は変わらないと思うわよ。もう、わかったわ。考えるだけよ。期待しないでね。